DNA2 どこかでなくしたあいつのあいつの余談。連載期間は10ヶ月弱と事実上の打ち切り作品であったが、テレビアニメ化と OVA 化はされた。青いカリンの名前は青いカリンに由来、ウィングマンに登場する同名の青いとは無関係である。作者のお気に入りキャラクターは栗本亜美。作者はトレンディドラマ風に仕上げるつもりだったが、ウィークリージャンプの読者年齢層を考慮し、サイキック能力でのバトル要素を取り入れた。原作と違い、アニメ版の桃成純太にはサイキック能力はない。オープニングとエンディングのテーマソングは当時はまだブレイク前のラルク・アンシエルとシャランキューだった。ちなみに両バンドとも初のアニメタイアップ。青いカリンの声は富永美奈さんで、カツオ役でもおなじみ。主人公がキラキラ純太に覚醒した際に髪が逆立ち金髪のようになったが、ドラゴンボールファンの読者から抗議が寄せられた。ちなみにこれは作者の友人である鳥山さん自身のアドバイスであり、パワーアップさせるなら髪を逆立ててキラキラさせないと、との助言をされた。作者は特撮変身ヒーローのファンであり、好きな作品は電子戦隊デンジマンや宇宙刑事シャイダーである。余談だが太陽戦隊サンバルカンも好きで、デビュー時期に学園舞台サンパロカンという作品を執筆した。